ペータル・カラ・ジョルジェビチは、ユーゴスラビアの元王太子、アレクサンダル2世と、その最初のつままりアダグロディアとの間の長男。ユーゴスラビア王子の称号を持ち、カラ・ジョルジェビチ家家長くらい及び名目上の、ユーゴスラビア王位の推定相続人である。アメリカ合衆国のイリノイ州シカゴで生まれた。先例の大父は、一族の最長老、アレクサンダル・パブロブ王子であった。 両親は1985年に離婚し、父はすぐにキャサリン・ベーティスと再婚した。バージニア州で幼年期を過ごした後、1988年にロンドンでも最も高級なプレップスクールの一つに入学した。1998年にベータルは芸術、スペイン語、フランス語の3種類の A レベルを取得して、 カンタベリーのキングズスクールを卒業し、翌1999年には、ロンドン芸術大学キャンバーウェルカレッジ・オブ・アーツの芸術創造過程を修了した。1999年から2000年にかけては、合衆国のロードアイランド・スクール・オブ・デザインに在籍した。ベータルは現在、グラフィックアート及びコンピュータデザインに関する仕事に、就いている。ベータルは、英語、スペイン語、 フランス語を話すほか、セルビア語も勉強している。ベータルは1991年と2000年7月に、その国セルビアを訪れていた。2000年10月に革命によって独裁者、スロボダン・ミロシェヴィッチが失脚すると、旧ユーゴスラビア王家は、翌2001年7月17日に、ベオグラードの旧王宮に戻った。ありがとうございます。